い、どうも、レディエンジェントメン、トランスケース。今回は、まあ、今来てるのは、ノマダンなんですけども、まあ、なんでノマダンに来てるのかっていうと、まあ、ついに、まあ、ついにですよ、ランクが、500になるのです。いやー、今までね、まあ、これひたすらまあずっとノマダン回るやつなんだけど、まあね、456とかさ、400何歩とかでずっと止まってて、ずっとぐる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 もうね、ひたすらね、回ってて、いずれいいとこで止まん、ね、区切りはいいとこに行きたいじゃないですか。400だったりとかさ、500だったり、420だったら、だったらもう500いったろうと、500いったらじゃあ600目指そうとか、もうそういうやつなんですよ僕ね。でもランクってなかなか上がんなくて、いやー1年半ぐらいかかりました。1年ではないかな、半年はかかりました。結構もう100上げるのに結構かかりましたね。やっぱ学びのね、あのワクワク使ったり、いろいろね使って、まあランク上がって、いやーついにね、念願の500をね、まあ迎えるって、ね、だったらじゃあ動画を上げて、YouTube に残すかと思って、まあ、撮った。もう死なない、マジか。はい、あ、これ緑ゲージだけか。そう、今回ってるメンバーたちでずっとひたすら回ってたんですよ。イザナギ会に学びの特エールつけて、であとはもう適当にこうくるくる回って、うん、やっぱさ、まあ、ランクもそうなんだけど、やりたいクエストだったり新クエだったりとか、あとはもういろんなクエストも来たりして、もうなかなかね、何ノマダンをずっと集中することがなくて、いやーなかなかね、いや集中する時間がなかったんですけども、まあ夜とかね、なかなもう夜中とかずっとやってたら、いやーできたっていうね。はい、まあ喋ってるうちに、まあもうランクがもうそこまで見えてるよと。はい、ということで今回は、ランク500になりましたよということで、いやーよかったら、すごいなと思った方は、チャンネル登録と、グッドボタンお願いしますということで、はい、ランクアップ500でございます。あざすってことで、ランクアップすると500になると、こんなにいくっていうことね。はい、ありがとうございます。以上、トランスケースでした。すごいと思った方はチャンネル登録と高評価の方お願いしますので、以上トランスケースでした。またの動画でお会いしましょう。さよなら。